カエルのニーとパーの物語。テク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 。雨がやんだので、カエルのニーは、水から上がって歩いてる。餌が目の前に現れた。そっと狙って、ジャンプして、パクッ。ごくりと飲み込んだら、もう一匹カエルがいたのが目に入った。君、 ジャンプ力すごいね。そのカエルが興奮気味に言った。パーという名前なんだって。ありがとう。あ、でもごめん。パーも食べたかったよね。パーはにっこり笑って。大丈夫大丈夫。僕はそこの葉っぱの水が飲みたかったから。君もどうだい今日の水は少し甘くて。 どこかフルーティーだよ。とはっぱでコップをつくりしたたる水をためてニーにわたした。ニーはおどろいた。きみはてさきがきようだね。パーはうれしそうにはっぱやえだをつかってテーブルもつくってみせた。そしてパーはいった。ニーはすばやくうごけるから。 餌も油断する必殺技が使えるんだね。すごいよ。兄も嬉しくなって餌をまた捕まえてみせた。二匹は微笑みあった。すごいね。僕たちでパーティーができる。こうして散々ごちそうを食べていろんな葉っぱの水を飲んだら二匹は大満足。 僕たちでパーティー屋さんでもやろうか。パーが言った。いいね。いろんなカエルたちを呼んだら面白いパーティーができそうだね。ニーはワクワクした。しばらくたったある夜のこと。カエルの歌が聞こえ カエルの合唱が聞こえてる。あれ ?2 とパーだけではないみたい。看板がいっぱい出ているよ。取れたて餌丼数量限定。熟成二日目の葉っぱ水、オリジナルグラスに入れて召し上がれ。合唱して欲しい曲、リクエスト募集中。 乾燥してきたお肌をツルツルテカテカにします。あなたのお話何でも聞きます。お悩み相談室。似顔絵描きます。かっこよく可愛くできます。いろんな特技を持ったカエルたちが集まっているみたい。みんなあちこちを回って楽しそう。カエルになったあなたは、 何をしてみたいあなたも加わったらもっと素敵なパーティーになりそうだね。おしまい。うさぎのぽんちゃん、空を飛ぶ。今日のお話は空を飛ぶうさぎさんのお話です。一つ聞きますよ。うさぎさんって、 空を飛びますかそうですね。どんなお話か聞いてみましょうか。あるおうちに飼われていたうさぎのぽんちゃんはご飯をもぐもぐ食べながら空を眺めていました。飼い主さんは優しい女の子でお庭にあるベンチに座りながら おひざのうえでいつもぽんちゃんにごはんをくれます。なでてもらうのがきもちよくておなかもいっぱいになるしそのじかんがぽんちゃんもだいすきです。しばらくするとピンポーンとだれかがたずねてきたおとがしておかあさんがおんなのこをよびました。 女の子はポンちゃんを抱っこしたままおうちに入りました。ドレスアップした女の子のお友達が集まって両手いっぱいに何かを持っています。何だろうポンちゃんは女の子の腕の隙間から覗きました。ケーキや箱、お花、あと、 ポンちゃんは目の前にあるふわふわしたよくわからない丸いものたちに目を奪われて身を乗り出してみました。お花もくんくん。なんか変なの。生き物ではないようです。お誕生日おめでとう。お友達が口を揃えて言いました。 女の子はニコニコしています。女の子は今日がお誕生日だったみたいですね。みんなは楽しそうにそれらを全部お庭に持って行ってゲームをしたりプレゼント交換したり、その間ポンちゃんも草をかじりながらもいろんなプレゼントの匂いを順番に嗅いだり、 ツンツンしてみたりしました。そしてソファーに結ばれたあのふわふわ浮いているものたちの正体だけがどうしても気になって恐る恐る近づきました。紐を引っ張ってみるとついてきますし離すとまた空へ戻ろうとします。不思議です。 ぽんちゃんは、あしまった、と思いました。ついつい楽しくなって、また引っ張ったら、ひもが切れてしまったのです。急いで口にくわえて、飛ばないようにしました。女の子に言わないと。すると、そのときちょうど、強い風が吹きました。 ビューンポンちゃんは気づいたらお空の中にいました。怖くて目をつむりましたが、ふわっ、ふわっと浮いている感覚は初めてです。女の子に抱っこされている時とも違います。ふわっ、ふわっ、 どんどんお空に吸い込まれていきます。女の子のおうちが遠く遠くなっています。行きたいところに行けるのかしらポンちゃんは足を動かして歩いてみました。そうすると前へ進むではありませんかポンちゃんの目がキラキラ輝きました。 私、空飛ぶうさぎ第一号じゃないかしら。楽しくなってきたポンちゃんは、そうやって空中を歩いてみました。いろんな景色が目の前に広がっていきました。鳥さんやタンポポの綿毛、飛行機、みんな挨拶してくれました。空を飛ぶって、 こんなに気持ちがいいんだね。太陽は女の子みたいに暖かいし、雲はふかふかのお布団と同じでした。どれくらい時間が経ったでしょうか。空の色がオレンジ色になったので、ポンちゃんはそろそろ帰ろうと思いました。なんだか 女の子に会いたくなってきたからです。さっきまでずっと笑って気持ちいい空気をいっぱい吸っていたポンちゃんは女の子のことを思い出してお胸が何とも言えず重くなったので息をふーっと吐きました。するとゆっくりゆっくり降り始めました。 雲からだんだん町が見えてポンちゃんのおうちが見えました。ポンちゃんお帰り女の子は手を差し伸べてポンちゃんが降りてくるのを待ってくれていました。ふわっ、ふわっ、ふわっ、到着女の子は しっかりポンちゃんを抱っこしました。よかったー。ポンちゃんは少し疲れたのか、女の子の温かい腕の中で目をつむりました。やはりここが最高の場所です。二人で女の子の部屋に戻りました。 今日はゆっくり眠れそうです。さて、今日のお話はこれでおしまいです。丸いものが何かわかったかなおやすみなさい。また明日。豚魚豚。チャップチャップブーブー。 すいすい、ブーブー。ねえ、ポック。豚魚豚のプックが言いました。なにポックは冷たい水の中を気持ちよく泳いでいたのをやめて振り向きました。海の上に行ったことはあるかいプックは見上げました。 水は明るく輝いてゆらゆら揺れています。ないねえ。ポックも見上げながら言いました。考えたこともなかった。ブックは面白いことを考えるね。そう。なんで今まで考えたこともなかったんだろうって今思ったんだ。行ってみない プックの提案にポックはちょっと怖い気もするなぁと正直に言いました。そうだよね。僕は怖いんだけど見てみたいと思っちゃったんだよ。だからちょっと行ってくる。ポックも見たくなったらおいで。プックはスイーッと泳ぎ始めました。 ポックは泳いでいくプックを眺めながらうーん、まだ僕は勇気がないなぁ、と思いましたプックはどんどん登っていきますだんだん暖かくなっているような気がしますキラキラ眩しいものの正体が何なのか ドキドキしてきました。一度泳ぐのをやめて立ち止まってみました。そこに泳いでいる魚たちは今までに会ったことのない魚たちでした。その魚たちもフックを見ながら通り過ぎていきます。 世界は広いのだな。僕は魚は僕たちしかいないと思ってた。そう思っていたら、ドンわっ何かに当たり、びっくりして心臓が口から出そうになりましたが、よく見るとポックでした。わっプックよかった僕も行くよ ックはどうやら気になってプックを追ってきたようです2匹はキョロキョロしながらまた上を目指しましたさっきよりはドキドキせずだんだんワクワクしてきましたそしてついに水の一番上までつきました 二匹は鼻をにょっと出してみたところ、水ではない感覚に初めて出会いました。水じゃないまた少し潜って二匹は顔を見合わせました。どういうことなんだろう息ができなかった、そういう世界があるの もう一度、落ち着いて、せーので出ました。今度は顔まで。すると眩しいこと。二匹は息を止めて、ゆっくり目を開けて、あたりを見回してみました。慣れるのに時間はかかりましたが、 水の中では見たことのない景色をしっかり目に焼き付けました。二匹は黙って来た道のりを一緒に帰りました。すごかったね。ぼっくがなぜか小声で言いました。うん、なんかすごかったね。 僕もなぜか小声で言いました。二匹はもう一度上を見上げました。今まで想像していなかった。ずっと見上げていたキラキラの正体。初めて見る魚たち。水の中ではない世界。 まだまだ知らないことはいっぱいあるみたい。プックとポックはまた二匹で楽しく泳ぎ始めました。こうして二匹の豚魚豚の一日が終わりました。そしてまた別の日。ねえポック。 おおやおや、クックがまた何か変わったことを思いついたようです次は何を言い出すのやらおしまい僕は恐竜だけど僕はバイクに乗るのが大好きだ 毎日みんなに会いに行く。風を切って走るのはとても気持ちいい。みんなっていうのはみんなだ。名前がなかなか覚えられないけど。僕は僕で聞かれたら恐竜ですって挨拶するよ。でもなぜかみんな会うとすぐ 恐竜じゃない恐竜くんだって言うんだ。不思議だよね。僕は恐竜なのに、みんなはなぜ恐竜じゃない恐竜って呼んでくれるんだろう。バイクに乗ってるからかな。毎日旅をしてるからかな。恐竜なのに怖くないからかな。旅をし続けていたら、 ある日わかったよ。君は恐竜じゃないか。足が多いものね。そう言われた。そう。僕はどうやら足の数が他の恐竜より2本多いんだって。僕は恐竜だよ。お母さんがそう言ってたんだ。僕は恐竜だ。 胸がギュッとして、目がカッと熱くなった。こんな時、次の場所に、また風を切って、バイクで走るんだ。涙が出ることだってあるよ。だって僕は、どうやって名乗ればいいのかわからない。恐竜なんだもん。足が多いからって、恐竜なんだもん。 ふとバイクを走らせた先に木の実がたくさん入ったかごを持ったリスさんが転んだのが見えた。大丈夫僕はいろんなところにコロンコロンと転がっていく木の実をポンポーンと蹴ってかごに入れてあげた。僕の得意技だ。あなた、 足が多くないリスさんは驚いて言った。僕は、またか。と、肩をすくめた。すると、便利だわ。恐竜よりも得だわね。リスさんはカラカラ笑った。え、変だって言われるのかと思った。リスさんは、 またカラカラ笑った。あなた、恐竜って名乗るより名前付けなさいよ。何でもいいから。あなたはあなたなんだから。恐竜にしては優しくて、恐竜の割には便利な体してるんだから。あなたはあなたしかいないんだから。わかった。こう名乗りなさいよ。恐竜って。 ええー、僕は驚いたけど、なんだか嬉しくなったよ。何回も口に出して言ってみた。僕は恐竜と言います。リスさんはにっこり笑って、また会おうね、恐竜くん。もう覚えたわ。と、木の実を背負って帰っていった。ブルンブルン。 エンジンをかけてアクセルを踏む。バイクも嬉しそう。僕は次の場所目指して走り始めた。景色がキラキラして見えた。ブブブ,ブとモモモモのヒーロー物語。泥棒ある国の爽やかになるはずの一日が、 一人の村人の叫び声によって始まった。任せろ、合点ブーただいま参上も空から何やら二つの影が飛んできて、地面に降り立った。が、勢い余ったのか、ドスンとぶつかる音がして、煙が上がった。いたまたブブブブか くぅ、邪魔しよって、もももも。よく見ると、豚のブブブ,ブと、牛のももももだった。僕が助ける俺のが強い二人はいら立ちながら、相手を押しのけて、前に進もうとする。しかし、お互い足をかけたり、手を出したりするので、 結局二人で転んでしまった。犯人はラッキーと二人を避けて走り去った。あなたたち喧嘩しないでそれより犯人を捕まえてちょうだい羽を一本盗まれた村人の鳩はかんだかい声で怒りながら叫んだ。結局後から駆けつけた 村の警察が犯人を逮捕。被害者のハトは、ブブブブとモモモも二人を睨みつけながら、余計なことしないでよと言って、羽を抜かれた方の翼をさすりながら帰っていった。ブブブブとモモモは、ハトのあまりの剣膜に肩をすくめたものの、姿が見えなくなると、 お前のせいだからな、ブー。と、ブブブブがもももに言った。僕のせいじゃない。君が余計なことをするからだ。なんで君と一緒にされなきゃいけないんだもん。ももももは腹を立てて言い返した。この二人は、誰よりも飛べて、誰よりも力が強くて、誰よりも早く、 人の困りごとに気づける。だから最初は誰もが二人が現れた時、この国を救ってくれるヒーローになると期待していた。だが問題だったのは、君が悪いもお前が悪いぶと毎回喧嘩しては犯人を逃がす始末。 ももももはいらいら帰り、ぶぶぶはぷんぷん帰った。ももももは友達に、ぶぶぶは奥さんに、今日の話をした。また友達も奥さんも、毎回聞く話にうんざり。だってあいつむかつくんだ。ぶぶぶぶも、ももももも、そう叫んだ。 ちょっといい加減にしなさい。友達も奥さんも言った。何がムカつくの二人の言い分を一通り聞くとみんなが言った。そんなにタイミングが合うならちゃんと連絡を取って助け合ったらいいじゃない。それを聞いた途端、ええー、それは絶対にないよ。 ぶぶぶとモモモは首を激しく横に振った。二人は外の風に当たりたくて歩いていた。自分は誰よりも力があることが自慢で、誰かの役に立ちたかったし、みんなに感謝されたかったんだ。川にかかる橋にたどり着いて、水面に映る自分を見る。 自分が特別になりたかった。あいつさえなければ自分がこの国のヒーローだったのに。悔しさと苛立ちは募るばかり。そうして妙にタイミングの合う二人はまた気づかないうちに隣に立っていた。ふと水面に自分ではない人影が映っていることに気づく。 ももももブーブーブー二人はとっさに戦う構えをした。なんだやるのか望むところだ。二人は叫んだ。だが、お互いにさっき言われた言葉が蘇る。しばらく睨み合った後、最初にため息をついたのはももももだった。 なあ、そろそろ無駄な争いは終わりにしようぜ。どうしていくか話した方がいいと思う。なんだとブブブブも一瞬飛びかかろうとしたものの、さっきのことを思い出し、決まりが悪そうに、確かに。と、橋に寄りかかった。確かに。 一番大事なのはこの国の人たちの安全と平和だからな。本当は誰かに言われなくても最近わかってきていた。しばらく考えた後二人は同時に口を開いた。あのさ、のさタイミングの良さについ笑ってしまった。その瞬間 肩の力が抜け、ある思いが押し寄せてきた。もしかしたら僕たち、いいコンビになるかもよ。そうかもな。ずっと嫌がっていたのに、今はそれが悪い気はしない。やってみるか。ブブブブとモモモは握手して力強くうなずいた。 そして数日後。泥棒今度はハムスターのお母さんが怒り狂っていた。たくさんのひまわりの種をリスの集団に持っていかれたようだ。任せろガッテンブーただいま参上も叫び声とともに網を持った二人が どこからともなく飛び降りてきた。ハムスターのお母さんは、あっちゃー、またあの二人。と、めまいを覚える。ところが、網は見事、リス集団を捕らえて、ひとまとめにした。リスたちは、網の中でジタバタしながら、こんなことなら森のどんぐりを拾いに行けばよかった。 後悔した。え、ありがとう。すごいわ、二人とも。ハムスターの奥さんが少し戸惑いながらお礼を言った。目の前には、いつもの喧嘩しているブブブブともももではなく、二人で得意げにポーズを決めている姿。どういたしまして。 お安いご用ブブブブとモモモモは二人で褒められるのがとてもうれしく気持ちがよかった今までは自分だけが褒められたかったはずなのにでもわかったのはやはりこの国のみんなを守りたかったんだという気持ちブ,ブブブとモモモモの思いは同じだったんだ 駆けつけた警察も近くにいた村人たちも微笑みながら二人に拍手を送った。これからも一緒に力を合わせよう。おう、足を引っ張るなよ。二人はハイタッチをした。こうして何か問題が起きた時は二人がどこからともなく駆けつけ、 この国に平和が訪れましたとさ。おしまい。